今日は9月17日、さゆりです。私、紅茶が好きなんです。家にいろんなベリー系とかミント系とかカモミールとかいろいろいつも貯めてて、最近すごくめちゃうまだった紅茶がありまして、こちらティーポンドさんの紅茶でスリーピーキャット、中身がジンジャーとバニラビーンズ、たっぷりのシナモンのルイボスティーですね。香りだけじゃなくて、もうジンジャーの辛さが喉にふわってくる強い味がすごい美味しい紅茶です。今も飲んでます。よし、これ飲んで今日も元気に頑張りましょう。イエイ。じゃあまたねー。